私は朝霞、夫のシンジと二人で暮らす30歳の専業主婦。今日はシンジの実家に帰省している。ああ、やっぱりここは落ち着くな。シンジ、その言葉、帰省するたびに言うよね。まあね、やっぱり都会より空気が美味しいし。ここは不便だけど、いいところでしょ？はい。シンジは一人っ子で、ここには私とお父さんしかいないんだし、朝霞さんも気を使わなくていいからね。ありがとうございます。義母の言う通り、ここは私にとっても居心地が悪くない。田舎といっても高速道路を使えば、うちから2時間もかからないで来られる距離だ。そんなこともあって、義実家には割と頻繁に帰省していた。ただ、少し気の重い問題もあって。朝霞さん、お父さんを呼んできてくれない？多分、2階の自分の部屋にいるはずだから。はい。それは他ならぬ義父の存在だ。お父さん、下でお母さんが呼んでますよ。お父さん。いくら呼んでも返事がないので、私は義父の部屋に入った。お父さん、入りますね。お母さんが1階で呼んでますよ。え？また。部屋には無造作にいかがわしい大人の雑誌が置いてある。自分の部屋にいることが多い義父を呼びに行くのは私の仕事。つまり義父は私が来ることを分かった上で私に見せるためにわざと置いているのだ。まったく、いい歳して恥ずかしくないのかしら。結婚当初から義父のセクハラまがいの行動は多かった。幸いこれまでは体を触られたりするような直接的な被害はないが、こういう子供じみたいたずらはよくあった。こんなの読んで何が面白いの？さっぱりわからないわ。私が呆れて部屋を出ようとすると義父が戻ってきた。おう、朝霞さん、申し訳ない。ちょっとトイレに行ってたんじゃよ。どこかニヤニヤと私の反応を楽しんでいる様子だったが、こういう時は無視することに決めている。お母さんが1階で呼んでますよ。あと、部屋に入るのも申し訳ないので、部屋にいない時は見えるように扉を開けておいてください。私が無反応で部屋を出ると、義父はつまらなそうに肩を落とした。それ以外にも、シンジ、持ってきた洗面用具、洗面所に置いてくるね。お、サンキュー。私の化粧水は、ここなら邪魔にならないわね。私が洗面所にいると、裸の義父が入ってきた。わっ！おう、朝霞さん、すまんすまん、シャワーを浴びようと思ったんじゃ。これも、帰省するたびに起きる、毎度のこと。私がキャーキャー騒ぐ姿でも見たいのだろうが、相手なんてしていられない。こんな時間にシャワーですか？バスタオル、置いておきますね。私は、平静を装って、そそくさと洗面所を後にした。それにしても、めんどくさい。シンジには以前からそれとなく訴えているのだが、偶然だろ、父さんだっていい歳なんだからそんなつもりはないって。あまり深刻には考えていなかった。まあ普通はそう思うよね。でももうほんと勘弁してほしい。それからも掃除機をかけてほしいと言われて部屋に入れば、悪いね朝霞さん、一階に行ってくるから邪魔なものは片付けておいてくれ。わかりました。お父さん、またテレビのチャンネルをアダルトな番組に合わせてる。きっと、私の反応を楽しみにしてるんだろうな。まったく、いい歳して、バカじゃないの？こうして、さりげないセクハラをしてくる。だが、一切相手にしない私のリアクションが気に入らないのか、次第に義父はエスカレートしていった。はぁ、あ。ねえ、シンジ、新しい歯ブラシとか買いに行ってくるけど、何か足りないものある？別にないけど、買い物は車で行くんだろ？さっき父さんが、車を貸してくれって乗ってたけど、帰ってきてるのかな？お父さんに車を貸したの？うん。お父さんはもう帰ってきてるし、さっき部屋で話したわ。そうなんだ。じゃあ、買い物行ってくるから、何か必要なものがあったら連絡して。こうして、私が買い物に行こうと車に乗り込もうとすると、助手席に見慣れない段ボールが置かれていた。え？何かしら？え？その箱には、アダルト DVD が大量に入っていた。帰省中は義母に買い物を頼まれたりと、シンジよりも私の方が車を利用する機会が多い。大方、義父がそれを読んで、わざと置いていったのだろう。本当にもう、めんどくさいな。無視することを続けても何も変化は起きない。そう決意した私は、新しい行動を起こすことに決めた。よし、こうなったら。お父さん、車の助手席に荷物が置きっぱなしですけど、大丈夫ですか？ DVD がたくさん入っているみたいですけど、何ですか？これ。触っていいとも？暴れん坊症候群？必殺未亡人？全部を読み上げる間もなく、老人とは思えないスピードで義父が2階から降りてきた。何をやっとるんじゃ朝霞さん、そんな大声出したらご近所に迷惑だろうが。義父は必死で私を止めたが、何をやってるんだよ父さん、どういうこと？いい歳してみっともない。いや、これは近所の友達から預かってくれと頼まれたからちょっと置いてただけで。義父は苦しい言い訳を並べたが、家族全員から白い目で見られる羽目になってしまった。さすがにこれで少しは懲りてくれたかな。この時はそう思っていた。
だが、自宅に戻って数週間後。ただいま。お帰りなさい。なんか元気ないわね。どうしたの？さっきまで母さんと電話してたんだけどさ、父さんが困ったことを言い出したらしいんだ。いずれはシンジたちに介護もお願いすることになるんだ。いつまでも別居してないで、いい加減に越してきて一緒に暮らすようにさせよう。いきなり何を言い出すの？シンジの仕事の都合もあるじゃないですか。いつまでもそんなことを言ってるから話が進まないんだろ。シンジたちだってこの家を継ぐ気持ちがあるなら将来を見据えて同居するべきなんだから。それはゆくゆく考えてるでしょ。でもしばらくは無理って言っていたわよ。ダメだ、すぐに同居させよう。それを断るなら遺産は譲らないって母さんから伝えてくれ。なんと義父が遺産の相続を条件に早急な私たちの同居を迫ってきたというのだ。何よそれ、突然どうしたの？わからない。まあ同居の話は前から言ってたけどね。でもまだ先の話だって言ってたのにな。この前のトラブルで追い詰められた義父が捨て身の反撃に出たのかもしれない。シンジの話を聞いてなんとなくそう感じた。でもどうするの？引っ越すなんてできないでしょ？当然だよ、仕事もあるからね。さすがにあそこからは毎日通えないよ。そうだよね。でも急にそんなこと言うなんてどうしたんだろう。きっとこの前の私への嫌がらせだと思う。ねえシンジ、見てもらいたいものがあるんだけど。義父の話を聞いた私はシンジに最後の切り札を見せることに決めた。それから数日後、この日我が家に義母が一人で遊びに来た。お母さん、温かいお茶でいいですか？朝香さん、ありがとう。気を使わないでね。あれから父さんはどうしてるんだい？どうもこうもないわよ。私は口も聞いてないし、今日ここに来ることだって教えてないもの。まああんなことがあったら無理もないよな。本当、今まであの人に寄り添ってきたけど、いい加減疲れたわ。義母はお茶をすすりながらうんざりした様子で言葉を漏らした。実はあの後、シンジから義父に電話をして正式に同居を断っていた。こっちに帰らないし同居もしない？一体どういうことだ？どういうことだはこっちのセリフだよ。今まで帰省するたびに朝香に何をしてたんだ？朝香は俺の妻であり父さんたちの娘だろ。いい歳して恥ずかしいと思わないのかよ。実は私は今まで義父から嫌がらせを受けるたびに可能な限り証拠として写真に撮って残していた。それをシンジに見せたのだ。これが掃除を頼まれた時のお父さんの部屋。変な雑誌ばかりがわざと出してあるのがわかるでしょ。ちなみにその前に帰省した時の部屋も同じ。テレビに映ってるいかがわしい画面も見てね。マジかよ。今まではこんな証拠をシンジとかお母さんには見せたくなかったんだけどね。でも遺産を盾に同居のことを言ってくるなら見せても仕方ないかなって。さすがにここまでひどいとは思わなかったよ。驚いたシンジは義母にもそれを伝えた。父さんはどうしちゃったんだろう。私が普段部屋に入ってもそんなものは見当たらないのに。そしてその翌日、お父さんの部屋を調べてみたけどみっともない本やビデオがたくさん出てきたわ。この前の朝香さんの車と同じ。あれってやっぱりわざとみたいね。まったく、いい歳して恥ずかしい。もう危ないからこっちには来なくていいって朝香さんに謝っておいてちょうだい。こうしてシンジも義母も義父の醜態に気づき、距離を置く方針でまとまったのだ。もちろん義父は当然納得がいかない様子で食い下がった。だから誤解だと言ってるだろう。偶然だし朝香さんが勘違いしているだけだ。これ以上好き勝手なことを言うなら遺産は譲らないぞ。もう実家には帰らないから遺産もいらないよ。相続は全部拒否するから父さんの好きにしてくれ。何？本気で言ってるのか？父さんは遺産って引き合いに出すけどさ、母さんにも聞いてるけど相続で残るものなんて実家の土地くらいだろ。もともと過疎化が進んでいる田舎の土地で他の人に売れるのかわからないし、二束三文どころか処分するためには余計な費用がかかるくらいだよ。それを自覚してる？シンジの実家は住むには不便で、もともと土地にほとんど価値がない。金銭的なメリットだけを考えれば相続するメリットなんかないが、シンジなりの責任感でゆくゆくは実家を継ごうと考えていただけだ。だが義父は昔ながらの考えで遺産といえば従うと思っていたらしい。なんだと？そんなバカな。こうして息子からも義母からも愛想を尽かされ、義父はいよいよ家族全員から嫌われ者になってしまった。とにかく俺はそんな家より妻である朝香の方が大事だから、もう実家には帰らないと母さんにも話したから、その家は父さんが生きているうちに処分してくれ。おい。シンジの徹底した態度を見て私もさすがに少し心配になった。お父さん大丈夫なの？いいんだよ、散々好き勝手にしてきたんだから。そうよ、何でも思い通りに行くと思ったら大間違いよ。予想以上にシンジと義母の怒りは大きかったようだ。二人はいい機会だから義父を懲らしめたいらしい。今日は黙ってこっちに来たんだろ。親父は食事とかどうするんだろう。子供じゃあるまいし何でも食べるでしょ。いいのよ、気にしないで放っておけば。
それもそうだよな。母さん、今日は泊まっていけば？明日は俺も休みだし。ありがとう。たまにはそんな時があってもいいかもね。朝香さん、お邪魔してもいいかしら？もちろんです。私の寝巻きでもいいですか？じゃあ、みんなで美味しいものでも食べに行こうよ。あの土地と空気は好きだが、しばらく義実家に行くことはないだろう。義父はいずれ謝ってくるかもしれない。でもその時までは、私も二人と同じように静観しようと思うのだった。